なんであんなところで喧嘩してたの？この人を倒すためです。倒す？あのね、彼氏が何したかは知らないけどね、刃物はダメだよ。刃物は彼氏血は喧嘩かなんかだと思われてんだろ。私とこいつとはそういう関係じゃありません。とにかく別れ話とかならちゃんとお互い話し合って、もっと穏やかにね。りょうちゃんってさ、はい、今16歳だっけ？そうですよ。どうかしましたか？え、あ、ちほちゃんの大きい、いや、かわいいなーって。本当ですか？真央さんもそう思ってくれるかな。貞夫殿、愛されてるな。貞夫さん、いつからそこに？真央さんのこと好きになっちゃいました。のあたりから自分の心に素直である千穂殿はとても高潔で可愛らしいと思う。どんな相手であろうと。どうですか？どうって？ああ、住宅街と違って遊園地の店舗は忙しいな。お客さん大勢だから接客とかいろいろ勉強になるよ。ですよね。帰ったらキサキさんに報告だ。ですよね。なぜ私はここで立ち止まるわけには。あくまでも私の邪魔をする気だ。まさかテレビ見て薄い板の中に人がなんてセリフ本当に言うとは思わなかった。忘れたか、エミ。あさっての日曜から俺はマグロナルド幡ヶ谷駅売店の時間帯責任者、店長代理ナルドだ。あっそ。あっ、まあ、信じてないだろ。時間帯責任者は手当もついて責任ある立場なんだ。あなたがそのことを真剣に私に誇っているのが一番信じら。そこら中派手に破壊してくれちゃって。せっかくモリコ戻ったのにまた直さなきゃなんねえのか。ちんたらやってるからでしょ。人に助けられといて何その言い草。頼んでないわよ別に。んだとか胸出し。